世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日の聖書の箇所はロマ書の8-28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これからお話をしたいというふうに思います。神様を知ることは非常に大きな祝福です。これによって人生が変わります。そして特に神様の語られた言葉は、神様のなされる非常に大きな祝福を表していますから、特別な意味合いを持つんですね。これは私が神様を信じて神様を愛し従うのならば、全ては益となるということを言っております。私はですね、病弱だったこともあって、大学を卒業する頃、大きな病気にかかりました。病気で、この血を吐くという病気だったんですね。腎臓も悪くて出血もしておりました。長くは生きないということでしたが、しかしその時にですね、守られて私は癒されたのです。しかしその病気の最中は大変でした。何かがあると出血し、何かあると血を吐いてしまうんですね。ただそれによって療養したり入院したり手術になったりといういろいろな困難の中を通っていったんですね。しかしね、その結果一つ私にこの益が生まれてきたのですね。それは人の病気を見た時に、多分健康の人よりもはるかにその病気が見えるのですね。そしてより良い判断ができるということが起こります。ある時私はですね、胃の病気の方のところに癒しの祈りのために呼ばれてきました。そして話を聞き、そしてその人を見た時にすぐ分かりました。これは危険であると。そしてすぐその方に言ったんですね。すぐ、この病院について入院させないと危ないと。お医者さんは大丈夫だって言ったっておっしゃったんですが、私は分かりました。これは本当に危ない状況であると。そしてですね、救急車を呼んで入院した時にその方は大変な状況になっていたのですね。そして残念ながら、数日で亡くなってしまったんですが、しかしその時に病気の状況を神様ははっきりと見せてくださいました。その中で大きな助けとなったのは、うちの三男の病気の時でした。O157 になってしまったんですね。それで帰ってきた時はもう病院に行ける時間ではなくて、そしてちょっと苦しんでいる状況で、私の妻がどうしよう、明日病院に連れて行こうかっていうような感じでした。それで見た時にはっきり言うと分かりました。もう今すぐ病院に連れて行って、そして病院に診てもらわなければならないと。それですぐですね、病院に緊急に行きまして、で見てもらうことになった時に、病院の方は大きく驚いて、O157っていうのが分かって、これ危ない状況であるということですね。そしてですね、私の息子が守られたということが起こりました。しかしこの時にですね、私は感謝したのです。私が病気をしていましたから、私は健康な人よりも病気が見えるのですね。その中でいろんな助けというのを、このすることができましたし、またその事柄がまさに益として働いてくるという特別な恵みを私は見、また見ているのです。主に従う時に全ては益となります。どうぞ皆さん主に従ってください。どうもありがとうございます。